皆さんこんにちは。こんにちは。今日は DIY 動画になります。はい。で、今日の DIY はキャンプのテーブルを作っていきたいと思います。はい。なんかどうしようこうしようっていうのは考えてる？はい、うん、あのアウトドアチャンネルとか車中泊で発信されてる、うん、あのジジイさんっていう方が、うんうん、あの以前ですねめっちゃかっこいい、まあ、コンパネみたいな素材ので作られてるテーブルを紹介してたんですよね、うん、でそれをねちょっと真似して、うん、見よう見まねで作ってみようかなと思って、うん、まあ、今回挑戦しようと思うんですけど、はい、とまあ、値段で作ろうと思ったんですけど、うんうん、値段ってこの間買ったやつだっけ？うん、そう、うん、厚みが24ミリあるんですけど、うん、今回はですねちょっと薄めの12ミリのコンパネで、うん、作ろうかなと思います、はい、で、いつもですねワンチグリス のステンレスのテーブル、うん、よくうち使うんですけど、うん、ぐらいの高さのちっちゃいテーブルっていうのがまあ、ワンチグリスしかなくて、うん、まあ、もうちょっと欲しいよねっていうことで、まあ、今回のねこの、動画の、うん、企画になったわけなんですけど、うん、ちょうどさ地面からどうだ3、40センチぐらいの高さのテーブルって結構使い勝手いいよね、うん、ご飯を食べたりするのも、まあ、ご飯を食べるのはちょっと違うか。うちらが持ってるさ小物を置いたり黒のテーブルがあるよ、うんうん、網の、うん、あんな感じのじゃないの大きさ。ワンチグリスタイプのちっちゃいのを作るところなの、うん、なるほど、そうなのね、うん、あれさっき写真見せたよ。 あれだってソファーの前に大きなテーブルじゃなかったっけ。いや結構ちっちゃいよ。ああそうなの、うん、あ私はもう普通にご飯を食べたりする大きめのテーブルかと思ってた。ああいやいや、ね、軽量かつコンパクトでやってみようかなと思ってます、はい、うん、なんかまあ見よう見まねで寸法とかも全然決まってないので、うん、実際に寸法をスケールで測りながら決めていきながら簡単に作ってみようかなと思います。はい、はい、それではじゃあ早速始めましょうか。はい、はい、こっちにこういう風に使ってここにこう足ができる感じなんで、うん、これがもうテーブルの長さでこっちが幅。ああ、そうなのね、まあ、っていう風にしようかなと思ってます、うん、こんぐらいのちっちゃいのあった方がまあいいでしょう。いいでしょうっていうか薪ストーブの横にもこういうのあった方がいいし、テントの中にちっちゃいの、あれも何かと使い勝手がいいよ、ね、うん、使い勝手がいいね。でワンチグリスのステンレスのテーブルは、うん、焚き火台の横で使ったりするのが多くて、うん、まあ、いつもそれをこう室内に持って行ったりするじゃん、うんうん、なんかもうそうじゃなくてもうこれはもう室内用として使えたらいいかなって、うん、そうだね、うん、でこれが先ほど言ったネダノンっていうやつです、うん、1枚、3600円とかだったよ ね、 よね。結構高いんですけど、こっちが24ミリで、うん、こっちが12ミリ、うん、だこれの2枚分あるんですよ、うん、これ層になってんの、うん、重ねてくっつけてある。これもまあ同じなんだけど作りは、うん、なんかこれで最初作ろうかなと思ったけど、うん、あんまりちょっと分厚いかなと思って、うんうん、まあ、材料も高いし高いよね、うん、なんかコンパネで、まあ、試験的に作ろうかなと思うんですけど、うん、まあ、12ミリで薄いから、うん、ちょっと曲がんないか心配、うん、まあ、やってみよう。そうそう、この幅はどんぐらいがいい？どの幅？こっちの、まあ、300でもいいし、400でもいいし。400は欲しいかも。400ぐらい、うん、で一旦400で切ります、うん、はい、よっしゃ。ほんで、うん、横をこういう風に切ります、うん、足が入るこのところね、うん、足は何で？足もこれ。おー、足もこれで、そうなんですね、うん、作ります。取り外しができるようにってこと？そうそう、なんかこの間このハの字のテーブル作ったよ、うん、テーブルというか棚、うん、だあれもあれ、あ、構造的にはもうあれ。中にでも差し込むんじゃないんでしょう。ここ差し込まないよ。切り抜くんでしょう。切り抜いて足を横からこうスライドさせてからカツって入れるだけ。ああ、そういうことか。かなり、うん、簡単な作り。はいはい。150ぐらいやってみようかな。うん。
150だとこことここだから実際実質使えるのこんぐらいって感じかな、ここの内側。うん、いいんじゃないね。うん、そのぐらいで全然。外から150で印をつけます。だいたいこことここと95。こんな感じでここも切り捨てる、うん、ここも切り捨てる。8センチと15、30センチぐらいなると、ここぐらい。30センチ低くない？こんなもんじゃない？40センチ？ワンチグリスのテーブル。ああ、そうか。こんなもんじゃない？そんなもんだね。40センチにしとこうか。30センチは低すぎるよね。35でいいよ。35センチ。中を取って。足の幅はどうしようかな。ちょっとこう末広がりにしてあげるとかっこいいんだけどね。うん。だとあ、やっぱりじゃあ二つ切らないとダメだ。ちょっと無駄が多いけど。ここを例えば ここが足の下で、ここを35センチにするじゃん。うん、でこれはもうテーブルの下に来る場所になるから。うん、テーブルの下に来る場所。まあ、一応一旦ちょっと40センチの線引いて。ここは40センチ。でこれと同じ形で。これ、まあ、40センチ。40センチ。で、下から35センチ。テーブルの下になるから、これも、ちょっとかっこよくするから20センチにして、仮に。こう、中は、外はこの線じゃん。うん。で、中は、ここをこう切るの。上はまずこういう風にこう切るじゃん、うんうん、でここのここにこのスペースにこいつが差し込まれる、うん、で足はもうここからこういう感じ、こっちにこう足が両方2本。ここはこれ使わないと、ここはあのここつながってる、ここはつながってる、ここの上にここに これが乗っかる、これが立った時にここの上にカタンってこれが乗っかる、差し込んだ時に。丸くする。でもそこ見えない部分だよね。そんなには、まあ、角張ってるよりはでも丸い方がまあおしゃれかなっていう。あ、そこはもうちょっとじゃあ、まあ、角張ってるけどこれやってみる、うん、やってみるって言って二度といじらない説恐ろしい言葉だよね、うん、すごい思いっきり来た、こっちに。
はい、出来上がり。こんな感じで同じものが、はい、それで、うん、一旦これは置いとって、うん、はい、はい、ということで一旦完成しました。はい、早速ちょっと入れてみようと思います。はい、これ余計な落書きが残ってしまった入るか。ああ、いいじゃん、入った。うん、あ、まあいいかも。使えないことはないかも。やっぱちょっと弱いかもね、思ったより。弱い？うん、弱いような気がする。まあでも普通にテーブルとして使う分には大丈夫だと思うけど、うん、何十キロっていうもの乗せないから、うん、どうかな。なんか見栄えがもうちょっとさ、どうかなんないの。あ、 あとここにあの取っ手がついてた、持てるように。はいはい、つけてみようか。うん、こっちが何センチ。3センチ。うん、3センチの100。はい、でここの際から、まあ、3.5 センチぐらい、うん、まあ、適当に話しました。うんうん、やっぱ角ちょっと丸い方が可愛いね。うん、真四角よりは。これでいいかな。いいね。どうでしょうか。はい、いいんではないでしょうか。これを塗った方がいいね。でも色は。そうだね。うん、一応角を、あの角がまだ立っているので、うん、ちょっと丸めて、あの怪我をしないようにしましょうか。はい、面取りちゃってね。はい、はい、ここからはあのね、面取りの鬼と呼ばれるビーコさんにお願いしようかな。任しんしょ。あの、押さえつけないでいいから。いいアイテム。いいでしょ。うん、テーブルができたので、このペンキブラックを、ブラック、うん、マットフィニッシュって書いてある。マットフィニッシュっていうブラックの塗料を塗っていこうと思います。まあ、ブライワックスかちょっと普通の塗料か迷ったんですけど、うん、ちょっとツルツルしたようなその塗膜がね。あ、でも結構いい色かも。いい色っていうかもう真っ黒だよね。うん、でちょっと青みがかった黒。あ、いいかもね。あんまり伸びないこれ本当に。うん、だからもう、
はい、それではですね、天板の方、B子さんに色を塗ってもらったわけなんですけど、乾きました。はい、乾いてないです。あれああ、そこ熱かったんだ。垂れたんだね。垗れたんだ。垗れたんだ。塗料が垗れたんだ。垗れたんだ。垗れたんだ。はい。うん。ということで、ね、部分的にちょっと。まあ、表面はね。うん。表面乾いてますね、うん。ちょっと足を差し込んでみようか。だね。で、色を塗ったら曲がることが多いんですけど、うん、まあ今日はまだ気温もそんな高くないし、今のところ曲がってませんね。で、できればこうやって黒を塗った上に、クリアを、うん、拭きたいなって思ってるんですけど。拭かないとダメだ。うん。後日やろうかな。うん。おかしい。粗がすごいよね、なんかね。これ何一度塗りだからっけ？それともこのペンキ自体がこういう感じなのっけ？いや、木がだよ。コンパネの、色塗ると毛羽が立ってくるの。ああ、だからか。うん。で、本当はね、一回何か塗って、うん、で、ペーパーをさーっと当てて、うん、毛羽越しにこう取ってあげてから塗った方が綺麗に、仕上がるっぽい。うん、だよね。うん。だから一旦これで表面をさっとペーパーかけて、うん、もう一回黒を塗ってあげてからクリアを拭いてあげると綺麗になるかも。うん、ああ、まあせっかくするんだったらそうした方がいいかも。うん、っていうのもちょっとこの天板っていうかこのテーブルの表面は光沢を出してみたいなと思ったりして、うん、の方がかっこいいかなって思ってるんですけど、うん、でクリアを塗る前にステッカーかなんか貼ってからクリアを塗ってちょっとかっこよくしたいなってまあ思ってたんですよ、うんうん、まあそういう風に仕上げるかどうかは別として、うん、そういう風には思ってはいるんですけど、まあとりあえず今回はですねクリアとかそういうのもないので、うん、まあこれでもう完成という形で、まあ、動画は終わらせたいんですけど、はい、まあ時間が取れればですね、うん、そこら辺まで仕上げてみたいなと思ってます。はい、わあ、こっちもすっげーついた全然乾いてないじゃん、はい、ではもう足をつけて、こういう感じですね、うん、なんかこれに関してはちょっとこう光沢がある方がかっこよさげな感じでしょう、うん、この足はさ、でもこの黒に対してこの足っていうのは色的にどうかな、光沢が出れ、うん、出てもは、こんなもん どうでもいいなのかな、うん、足は どっちでもいい、塗ってもいい、塗らんくてもいいし、まあでもこれはこれでいいのかな、うん、そうですね、まあ本当簡易テーブルだからね、うん、これはね、そうだね、うん、軽いし、うん、かさばらないし、